久保ゆりかアルマギア情報局。皆さんこんにちは、徳井そらです。こんにちは、久保ゆりかです。徳井そら、久保ゆりかアルマギア情報局。この番組は歌姫音楽プロジェクトアルマギアプロジェクトの魅力や楽曲を私たち2人がお伝えしていく番組です。はい、すごいね、角角、はい、角角、今回は角角で、うん、角角だね、端からの角角で、うん、はい、いいね、いいよね、うん、たまにはやっぱこれぐらいのさ、うん、はじめましてぐらいの、そうだよ ね、 いいね、うん、やっぱ四角っぽい感じのってちょっとこたつっぽくて私好きだわ、うん、初めて聞いたが、あ、ほんと、あなたが四角っぽくて、うん、こたつっぽくて、なんか四角っぽいってやっぱこたつっぽくてなんかいいよ、うんうん、親身親身、そうだね、うん、だいぶまあ大家族系こたつかなと思う。そうね、うん、うん、確かに実家のちゃぶ台ぐらいな、う、ね、うん、なんかおしゃれな、うん、なんていうの、居酒屋の真ん中の方にあるそのカウンターなんだけど、うん、テーブルみたいな、あ、あるね、席あるじゃん、なんか、あ、掘りこたつ、あ、じゃ、じゃないか、ない、真ん中すごい硬い木あるなさねえ、結果、結果足元狭いな、狭いなみたいな、うん、椅子もさ丸太みたいなやつで、そうだね、硬くて重くて動かないっていうタイプの、そうだね、うんうん、テーブルを思わす、銀杏とか落としたらさもう一生拾えないよだって硬いしさ、なんかで柱があるし、そう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 、真っ暗だよっていう、だからもうごめんなさいって、銀杏落としましたって後から伝えたらいいかなぐらいの居酒屋を思わせる雰囲気なんで、うん、今日誰が来ても、うん、あのにこやかに話せる空間なんじゃないかなとは思いますけど、なんかわらばんしみたいなのに手書きっぽい雰囲気でさ、うん、印刷されてる感謝みたいなそう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 、そういう感じでなんかカツオのたたきみたいなさ、そんな感じするわ。そのあの予約したらさ、うん、その人のお名前をさもう、その書いてくれてるタイプの、すごい、もしかして箸袋にもさ感謝って書いてあったりするありがとうがさ見たことない当て字みたいなね、うん、よろしくみたいな感じのね、そうそうそう、愛にみたいなさ、 あるかも、愛ありがとうみたいな、いいかもね、ある感じの居酒屋をこう思い出させる感じ、うん、いい、入った時もさ、うん、きっともういらっしゃいませじゃなくて、なんか独特な掛け声で迎え入れてくれるかもしんないよ、はいどうぞみたいなやつでそう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 、はい、ね、はい、始まろうみたいな、なんか分かんないけど、そうそう、ね、うん、そしたらみんなそれに答えるやつか、独特だ、うんうんうん、独特だって、うちらあんま得意じゃないけどね、その、そうなんだようちらの得意じゃない、そういうのは得意じゃない、うん、行かないんですけれども、そう、今日はそのテンション、ま、それぐらいな感じで、はいはいはい、今日はもう、はい、なんて言ったってね、あの魔法歌劇舞台直前ですから、はい、いろいろゲストさんをお迎えしてお話ししていきたいと思いますよ、うん、ということで今日も楽しくお届けしていきましょう、うん、アルマギア情報局スタート。この番組はソニーミュージックエンタテインメントの提供でお送りします。徳井空、久保ゆりかアルマギア情報局。改めまして徳井空です。久保ゆりかです。では早速ゲストさん登場していただきましょう。魔法歌劇アルマギアエピソード0にてティア役太田奈緒さん、ケラ役長谷川梨乃さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。どうですか、角の中の角に座らされてますけれども、落ち着きます、ね、あ、落ち着く、はい、落ち着く、新鮮な気持ち、新鮮な気持ち、この角度から会話することないよね、本当に居酒屋っぽいよね、そうだね、うん、真正面よりかはなんかこの横並びの方が喋りやすいなとか、なんか気軽に話してもらったら、はい、全然よろしくお願いします。ちょっと早速なんですけど、うん、いいものがありますね。ちょっとこれ何ですか、何ですか、あの魔法歌劇アルマギアのグッズでアクリルスタンドを作っていただいて、これみんなのが人数分あるんですけど、すごくないですか、すごい、できて嬉しい、ね、今日ね、本当この収録のこの時間ギリギリに間に合ってできたやつだそうです。すごい、初めて見ました、ほやほやね、ぜひゲットしてほしいですね。いや、これみんな全部集めてほしいよね、うん、全部テレビの前に置いてほしいよね、すごいね、結構大きいテレビじゃないと、ね、幅広く、いや全然いける、ね、
チフラグ、すごい嬉しい、ね、オリジナルキャラクターの、うん、あ、ね、そうそう、すごいよね、逆に本当これでしか手に入らないよね、オリジナルだとね、ね、なんかいないから、この日はじゃあ相当撮影してよね、きっといろんなパターンの、はい、そうです ね、 ね、何になるか分かんないから、確かにこのポーズだったんだって今だから見て、あ、そっかそっか、これは多分アクスタ映えするポーズを選んだのかな、きっと、あ、嬉しい、ね、いや難しい、なんかだってキャラっぽさも出さなきゃいけないし、うん、でも自分がよく見えるなんかポーズも絶対あるじゃないですか、その辺なんか難しそうだなって思っちゃいました、そうです、髪の毛とかも結構角度によって見え方が、うん、前髪とかも変わったりするので、うん、この角度っていうのがありましたね、ちょっとちょっとね直し入ってくれてみたいな感じで、うん、はい、え、なんか全然違うよね、やっぱりさ、なんかそう、結構皆さんに言われました、ね、びっくりした、全然違う、結構撮ってる時は、うん、なんか結構ウィッグも、うんうん、だいぶボリューミー、多分一番ボリューミーじゃないかなと、ね、重量も結構ありそうな、はい、あって、うん、なので結構ラスボスみたいって言われて、うんうん、いい人ですけど、そう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 、ね、いい人です、かっこいい、かっこいい、うん、なんかやっぱ中の人と、うん、なんか真逆って一番こっちも見てる側もさ楽しいよね、うん、うん、演じる側も多分さそれぐらい振り切ってた方が楽しいよね、楽しいですね、やっぱ自分と遠い方が面白いですか、うん、面白いです、うん、ワクワクし、楽しいですね、え、どうですか、でもアフレコとかされる時、ね、自分と近い方がいいですか、うん、やだ、自分と近いの一番やりづらいから、いいですね、なんか、確かに、うん、なんか離れてる方がなんかやりがいというか、そうだね、面白いかもしれない ね、 ね、こんなテンション低くていいのかなみたいな、そうだね、だから、うん、やっぱねちょっと振り切ってる方がね、うん、やってる感がいいね、出るんですけど、うん、しかも今日ももう本当にこの前のお時間ギリギリまで稽古されてたということで、うん、もう本当にお忙しい中、すいませんもありがとうございます、ありがとうございます、結構佳境だよね、もう稽古も、そうですね、出来上がってきた、前半を通して、あ、もう通しが始まってるんだ、始まってますね、え、全員も今日も揃ってやってるみたいな感じなんですか、ね、いやすごいよね、すごい、だから前回もお二人にね、うん、来てもらったんですけど、出演されてるお二人にも来てもらったんだけど、うん、その時はまだ台本も来てないって言ってて、はい、そんなことあるみたいな、そう、この舞台のね、うん、皆さんのこの集中力というか、うん、そうそうそう、この短期間ですごいなって本当に対応能力がさ、すごすぎるよね、すごい、多分その前回来てもらってから1ヶ月も経ってないから、うん、それで今もう前半通してますってすごすぎるすごいよね、うん、え、どうやって覚えるんですか、うん、どういう、あ、確かに、私はもうただ読む声口に出してみたいな感じでやってます、うん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 、私結構口に出すと覚えられなくて、黙読で覚えたいタイプ、なるほど、面白い、頭の中で反則させる、そうですね、はい、へー、面白い、そうだよね、そうなんだ、そっか、歌もそうだもんね、なんか口に出した方が覚えれるタイプと、うん、逆にこう聞いて、はい、なじませるタイプ、うん、でも口に出すと覚えれないんですよ、珍しいって、珍しい、うん、ずっとですか、そう、ずっと結構そういうタイプで、うんうんうん、なんか想像しながら読みたいんですけど、うん、口に出すと、うん、自分の声がちょっとお邪魔な感じ、そうなんだ、そっか、やめて、外からの音として認識しちゃうのかな、なんか、へえ、不思議、すごいね、敏感なんだねきっとね、なんか、トガキとかがあるじゃないですか、そのトガキとかも想像したいから、音として入ってきちゃうと、そよそよみたいなのが欲しいのに、うんうん、自分の頭の中で、うん、私の声がするって なると丁寧にも頭の中で映像が流れるみたいな、うん、物語で覚えるんだね、うん、なんか脳内で、うんうん、そうですね、すごいね、すごい、でも口に出して覚えるのもすごいしね、うんうん、すごいティアちゃんは喋りますとか、すごいセリフ量が多いんだ、やっぱり多いので、そうか、家とかでどういう状況でそれ練習してるんですか、うん、なんか舞台ってなんか机に向かって喋ってみたいな感じですか、うん、そう
ソファ座りながらこう、うん、覚えるぞっていう、あ、なるほど、みたいな、なんかながらとかじゃなくて、ながらとか、あ、でも、うん、そうですね、覚えたなと思ったらお風呂場でこう、うん、シャンプーしながらこう言ってみたりとか、この状態でも言えたらもう完璧みたいな、はい、いやもう一日中集中してないですか、そんな、そう、結構集中して覚えるの集中してみたいな、ね、スタートしてから本番終わるまでずっとじゃんね、24時間も、覚えれなかったらどうしようって思いながら泣きながら寝ることない？あ、でもあるかもしれない。あ、よかった同じ人間だって思った。私やっぱ歌詞とか覚えれない人だからさ、うんうん、あーもうなんか骨折とかしないかなと思ったのすごいね、あのガッと滅亡しないかなみたいなね、知らない程度の骨折しないかなと思っちゃうんだけど、そうそう、だからやっぱ覚えれる人ってちゃんと努力してんだなって、すごいよね、本当、うん、すごいと思うわ、簡単ではないよね絶対ね、うん、すごいです、ありがとう、今そんな大変な中来てくれてます、ありがとうございます、ありがとうございます、ちょっと改めたなんですけども、うん、はい、魔法歌劇アルマギア、うん、エピソード0についてちょっと詳しく聞いていきたいと思います、うん、はい、ちょっと日程とかから教えていただいてもいいですか、はい、こちらの舞台は日程は11月2日から5日まで全8公演しております、うん、で場所は東京の北千住駅からすぐのシアター千住という場所で、うん、していて、現在チケットは一般販売中です。はい、はい、さらにリピーター特典もあって、うん、五感劇3回で全メインキャストブロマイドセットが複製サイン、うん、複製コメント付きっていうのが、うん、あのついてくるので、うん、ぜひ一度では全然把握しきれない、うん、もう盛りだくさんが、ボリュームがすごそうですもんね、目が足りないパターンですよね、足りないので、もうぜひリピーターになって何度も、うんうんうん、あの感激していただけたらなと思います、うん、はい、ちなみに当日券ももしかしたらあるかもしれない、あ、予定は、じゃあちょっと公式のツイッターとかでね、あの皆さん、ね、常にちょっと貼っといてもらえたらリピートしたいって方にね、そうそうそう、お願いします、お願いします、お願いします、はい、うん、じゃあらすじをご紹介させて、はいはい、いただきます。優秀なディーバの生まれやすい国イクタル、うん、ミアとティアは才能を認められ次期女王として王家へと迎えられていた、うん、迎えられていた、うん、黙ってる人も受け入れられたし、うん、黙ってない人もそうなんだ、ありがとうございます、最高です。その頃隣国のオリジアース帝国はディーバを軍事利用し、うん、近隣諸国を次々と制圧、うん、人々を苦しめていた、うん、そんな帝国のガノイン大佐は、うん、イクタルに侵攻を計画する、うん、ガノイン大佐は軍事利用できるディーバの開発もしていた、うん、それがゼロ号ディーバと呼ばれたクラウンテール、うん、そしてアカネであった、うん、やがて帝国の侵攻が始まると圧倒的な戦力でイクタルを蹂躙していく、うん、そんなイクタルを救う人物とは、うん、これは歌が紡ぐ絆始まりの物語です。ねえ、絶対第3、うん、セリフ難しいよね。もう難しい言葉出てきました。聞くだけでもさ難しいよね、うん、カタカナの名前も もちろんですけど、やっぱ難しい言葉が多くて、でも多分お芝居でやってくれたら見る側はめっちゃ分かりやすいのよ、ね、正直入ってくる、うん、やる側は入るまでが、ね、難しそう。そうだよね、オリジナル用語がさやっぱ多いじゃないですか、それこそディーバとかもそうだけど、うん、確かにそうだよね、入ってくるまではなかなかに難しい ね、やっぱマーブルとかは結構しっかりしたキャラクターなので説明することも多くて、すごい頑張ってくれそうだ、ね、説明する役割の人が一番さ、なんかもうさもずっと言ってきたようなそうだよ ね、そうだわ、うん、読みながらじゃないからね、うん、教えてくれる係、はい、すごいねそうだね、でも多分みんなはね見に行ったら本当にピンとくるよ、きっと、うん、ピンとくると思う、うん、頑張ります、うん、今の説明以上にちょっとであの事前にお便り募集していたんですけども、うんうんうん、届いておりますのでちょっと読ませていただきます、はいはい、お名前ケンロクさんからです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。僕の自慢の推しである太田奈央ちゃんがアルマギア情報局さんへご出演ということでメールしてみました、うん、舞台魔法歌劇アルマギアエピソード0の主演ティアイクタル役として出演おめでとう、主役と聞いてめっちゃ嬉しかったですね、日々のお稽古お疲れ様です、舞台初日から千秋楽までめっちゃ楽しみにしとるけん、舞台の見どころをいろいろと教えてください、ありがとうございます、
そしてもう一つ続けて見せていただきます、うんはい、お名前あかねさんからです。ありがとうございます。はじめまして、こんにちは。こんにちは、長谷川りもちゃんのファンである、うん、リモモンズです。リモちゃんが図になっちゃったいっぱいいるのかな、いっぱいいるんだねリモちゃんがきっかけでアルマギアを知りました。漫画やライブなどたくさん展開があるようですが、予習が全く追いついていません。初心者でもわかるあらすじやここがポイントだよということがあれば教えてください。追伸、1公演だけ見に行く予定でしたが、リピーター特典に釣られて3公演見に行くことになりました。本番までもう少しですが、怪我のないように気をつけて頑張ってくださいということで、お便りいただきました。ありがとうございます。確かにこの本当にコミックとかの連載も割と近年だったりとかして、そうだ、ねうん、そうまだ私たちもね、うんうん、アルマギア初心者なところはあるんですよね。でもね、2人のおかげでこうしてねアルマギアにそう触れてくれてね、うんうんうん、っていう人がいるからさ、うん、ありがたいです。そうだよ ね、 ね。でも意外とこう、うん、歌とさ戦いもあるからさ、うん、見て、うん、単純に詳しくなくても、うん、絶対面白いような気はしますね、うんうんうん、そうだよね、うん、映像とかもきっといっぱいあるような感じ、うん、なるほど。言えない部分もありつつでも映像も駆使し、はい、ライトとかもなんかすごいかっこいい感じでなるみたいなので、初めて見るセットがありました。初めて見るセット、どういうことできるんだ、舞台今までやってきて、ね、なんかこうした大車輪みたいなまあまあそのそうだね、見たことはないと思う。サスケでしか見たことないやつね。え、気になるなどんな感じなの。え、それこそだって歌もね、なんかまだ出てない、世に出てない歌とかもね、あ、そうですね、聞いたことないやつ も、 新曲もあるそうなんで。新曲がそう、言っていいやつ、うん、あ、言っていいやつ、せっかくなんでね。マギアも歌う、そうだマギアも歌うそうですが、ね、今までのね、うん、知られてきた設定だと、うんうん、ディーバだけがねこう歌姫として歌ってきたんだけど、うん、マーギアも歌う、はい、何歌うの。歌うよって、そのデュエットみたいなこともするってことですか。そりゃ内緒なんか秘密効果みたいな感じ全員で効果、うんうん、シャッシャッシャッみたいな漫画だとまあそれで、うん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 、あ、コンビで、うんうんうん、なるほどね、同じ力を合わせる一つの曲を、なるほどね、めっちゃ楽しそう。いいね、うん、確かに各々の多分良さも出つつ、うんうん、各々の声も聞かせつつ、うん、2人の力が合わさってる感じを見せつつってことだ、うんうん、いいですね。今じゃあ歌も絶賛練習中、ね、稽古してます。すごい、だって既存の曲はさ、うん、まあまあね、なんか稽古前から覚えようってできるけどさ、新規の曲もあるんだよ、うん、大変だね。いやでも逆に、うん、その舞台って大体オリジナルの曲で全部やるんですけど、そっか、もう本物の方が歌われてる歌を歌わせていただくってことはないことなので、そっか、すごい新しいなって私は思う。そっか、ないですね、緊張感も緊張感もあります。もうオリジナリティを出していや、そうそう、それはさ、うんうんうん、ね、でもすごいなんか研究してくださる方が多いよね、そのやってる役がもうそもそも声出てたりするとさ、ね、めっちゃ見てくれたりとかさ、ね、ありがたいですよ。寄せに行っちゃおうかな、こっちがね、逆にねみんなでもう一つになっちゃう、一つになろうよって、まあ、うちらの役は出てないんだけど出た時にはもううちらが寄せに行っちゃおうかなっていうね。毎日お稽古があったりとかすると思うんですけど、うんうんうん、稽古場の雰囲気とかどんな感じですか、うんうん、稽古も楽しい、楽しいし、みんなでちょっとお話ししたりとか、うん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 、お菓子みんなで食べたりとか、みんな何食べてモチベ上げてるんですか。差し入れをすごいしてくださるから、なんかゴディバとか食べて、チョコとかいただいて、なるほど、創造酒が、うん、あ、創造酒と言わせていただいてるんですけど、創造酒がご世界くれる、うん、ゴディバをくれたり、それで会話がそこで生まれたりとか、今のうちに欲しいやついっぱい言っといた方がいいと思う。確かに本当に欲しいものとか、ね、そうそうそう、めっちゃいいおにぎり食べたいです、確かに、ね、最高のお米でとか、ね、
唐揚げ唐揚げ量り売り唐揚げみたいな、揚げてくれるわもう、揚げてくれる、喉の潤い大事、いや大事大事、そうだよね、確かに確かに確かにね、それいいね、いいかもしれない、そうだよ、本番前とかっていつもどう何食べるんですか、確かに舞台だと、ね、でも喉のケアも大事だもん ね私変わらず食べる、あ一緒だよ、ね、そうだよね、そうだよね、体力だよね、確かに食べないとも確かに、ちょっと本番前とかね、服で紛らわして、うんうんうん、あそういうパターン、確かにちょっとリラックスするもんね、確かに、そうだね、いっぱいになると眠いぐらいがちょうどいいよねいやいや眠いぐらいがね、もううろ覚えがもう、ね、自動で出てくるぐらいの方がよかったりするのかな、いいのよいいのよ、緊張がない方が絶対だから、ね、そっかそっか、そうだよね、なんかじゃあぜひ美味しそうな、うん、いいものをね、そうね、テンション上げていただきましょうね、なんかうん、他は何、うちらからおすすめできるものって何だろう、え何だろうね、だろう、あでもあなたお餅って言ってなかった、そう餅はいいと思う、うん、腹餅がいいのと、うん、圧縮されてるから、うん、多分お腹も膨れにくいしみたいな、すごいそれを押してくれてて、だからトーストだけ置いといてもらえたらね、うん、ちょっと焼いて、うん、そうそうそうでもレンチンとかでも、うん、いいかもしれない、お餅いいね、ちょっとお餅を、じゃあお餅と唐揚げで、うんうん、米はいけないよって人はね、うん、米だとね確かになんかね、そうそうそう、水分も含んじゃうかもしれない、よかったらお餅おすすめ、お餅ぜひ、甘いのもできるし、甘いの、しょっぱいのもできるからね、バリエーションが、ね、お好みであります、ね、ぜひお餅どうぞ、はい、ちょっとじゃあちょっと改めて見どころ、もちろん自分のキャラクターのもとでもいいですし、はい、全体でもいいですし、よかったら教えてください、はい、じゃあ太田さんからお願いします、そうですね、見どころはやっぱり、うん、本当にマーギアとかのその盾、うん、歌もそうですし、うん、こんなに盛りだくさんな、うん、なんか舞台ってないんだろうなって思うし、うん、すごくこう、そうですね、そこを絶対注目してまず見てほしいなっていうのが一番です、確かにめったにないよね、しかも自分のパートじゃないとこ見てるのもさ、リハで楽しいよね、絶対ね、なんかその気持ちわかるかも、自分のやつじゃない時の方がさ楽しいよねそうできないんだけど、あーやりたいな、それやりたいな、なんかねわかるよ、楽しいです、ある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 、ね、ありがとうございます、長谷川さんお願いします、はい、私が初めてアルマゲアに触れたのが、あのガンマさんで連載されてる漫画だったんですけど、なんかそこで見たウキウキした興奮した気持ちとかが稽古場で本当に同じように感じることが最近やっぱり投資とか始まって増えてきて、なんかあここをこうやって表現するんだってこともなんか一個新たなアルマギアをね、これまであの楽しんでくださってきた方々にもこうあっと驚くような仕掛けがたくさんありますし、なんだろう、エピソードゼロなのでやっぱりね、手に取ってきた物語より昔のお話をやるので、なんかここまで来るのにどんなことがあったんだろうとか、なんか私キャラをやらせていただくってなって、漫画を読んでて本当に出てこなくて、あれ私は出てくるんだろうかなそうだよね、そうだよね、思って違うやつかなって、間違えられちゃったかなって思ったんですけど、でもなんかあキャラこうだったから今いないんだとかっていうこともなんか分かっていただけるかなって思うので、もう楽しみにしていただけたら嬉しい、きっとアルマギア知らなかった方も、知ってくださってる方も楽しいだろうと思って楽しんでいただけるように頑張るので、ぜひ見に来てくださると嬉しいです、はい、ありがとうございます、皆さんエピソードゼロ遊びに来てください、得意空久保ゆりかアルマギア情報局、ここでアルマギアプロジェクトからのお知らせです。ピッコマライン漫画ガンマ月刊アクションにて漫画版アルマギアが連載中です。月刊アクションは毎月25日に発売ですよ、はい、そしてアルマギアの単行本一巻が好評発売中です。特装版にはこれまでの既存楽曲と新曲が収録されたアルマギア特別セレクション CD が付属しています、最後に新感覚 2.5 次元舞台シリーズ始動、魔法歌劇アルマギアエピソード0が11月2日から5日まで4日間シアター千住にて上演されます。現在一般チケット発売中です、また
公演後のアフタートークも決定しました。アルマギアのキャラクターの声を演じられている声優の茜役夏川椎名さんが登壇してくださいます。すごい。詳しくはホームページ、ツイッターをご確認ください。はい、その他詳しい情報は随時、ツイッターにお知らせしておきますので皆さんぜひチェックしてください。以上、アルマギアプロジェクトからのお知らせでした。得意空、久保ゆりかアルマギア情報局。さあ、得意空は久保ゆりかアルマギア情報局エンディングの時間です。番組では皆さんからのメッセージ募集しております。募集しているのは一言大喜利とおこぼれマギア、その他普通た感想もお待ちしております。メッセージの宛先はおはがきの場合郵便番号105-8000に文化放送得意空久保ゆりかアルマギア情報局各コーナーまで。メールの場合はすべて小文字でマギアットマーク joqr.net です。マギアの綴りは magia となっておりますのでお間違いないように。はい、ということで今回は魔法歌劇アルマギアエピソード0から、ティア役太田奈緒さん、ケラ役長谷川里帆さんに来ていただきました。本当に直前にありがとうございました。え、最後にさ、なんかここだけでしか言えないさ、ここ見て言ってほしい、だけのこのアルマギアのこの、この番組だけちょっとだけなんか出してほしいかな。まだ言えてないこと、なんかあります。どれだろう、あ、そう、あれ言っていいか分かんないことだよ、うん、じゃあせっかく2人に、うん、なったかなんで、うん、お願いします。隠しちゃう。ティアちゃんと、うん、あのフォレストリンカネーションをデュエットさせていただく来ます。確実なんだ、はい、フォレストリンカネーションは確実に、はい、確実歌うんだ。ありますフォレストリンプルで、はい、これは予習した方がいいかも。ぜひ聞いてほしいですね。そうだね、そうだよ、オリジナルの良さと、はい、この、ね、舞台版の良さ 2.5 次元舞台版の良さが確実にあるよね、うん、てかすごくない、あれ歌えんの。だってあのマッシュアップ曲、いやそうだよ、そうです、うん、すごいよ。ちょっと黙ってってなるもんね絶対。マッシュアップはもう歌うとき静かにしてってやっぱなっちゃうじゃん。この距離で歌うときに、えーえー、いやいやいや、ちょっと待って背中合わせ、他にも背中合わせとか出てくるんですか。ちょっと楽しみです。それこそティアちゃんとか最後ミヤちゃんとすごいかっこいい、 あらあら、かっこいいなって、すごいかっこいい、みんなが湧いてる、みんなが湧いてる、うん、そして新キャラには新曲と、そうですよね、うん、すごいです。でもあの予習できる曲もありますので、皆さんどんな風に本番ね、うん、披露してくれるのか楽しみに、ぜひ曲もチェックしながら、うん、遊びに来てくださると嬉しいです、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで直前に太田さん、長谷川さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。もう頑張ってください、もう本当に心から応援して頑張ります。ありがとうございます、頑張ります、はい。ということでこの番組は隔週更新なので11月5日のこの時間は同じ内容が放送されます。次回148回は11月12日に更新です。お楽しみに。ということでここまでのお相手は得意空と久保ゆりかと太田奈緒と長谷川里帆でした。バイバイ。バイバイ。この番組はソニーミュージックエンタテインメントの提供でお送りしました。